皆さんこんばんは、めいこです。今日は久しぶりにグレールの購入品紹介をしたいと思います。前から気になっているお洋服が何点かあって買おうか迷っていたんですけれども、ちょうどセールで安くなっていたので買うことにしました。今日はトップスを3点紹介したいと思います。1点目は今着ているこちらのトップスになります。スクエアネックペラムブラウスのオフホワイト、サイズは M サイズを購入しました。お値段は 13% オフで1399円になってました。カラーはブラックとホワイトの2色展開になっています。サイズは M サイズだけのようです。着用画像の通り着てみるととても可愛いなと思いました。このカフスリーブがだいぶボリュームがあって腕が細く見えるんじゃないかなと思います。またスクエアネックになっているのでデコルテが綺麗に見えるかと思います。一番気に入っている点は、私の過去の動画を見てくださった方は私の好みをよくご存知かなと思うんですけれども、この胸の下あたりで絞られてるお洋服が大好きなので、このトップスは胸下でちょうどゴムが入っていて、ちょっと胸が強調されてウエストが細く見えるのでとても可愛いなと思いました。丈はショート丈になっています。こんな感じですね。なので下にはハイウエストのパンツを履くと可愛いなと思いました。今履いているのがハイウエストのジーパンなんですけれども、普通のジーパンを履くとちょっとおへそがこの辺りが見えてしまうので、ジーパンとここの間がちょっと空いてしまう感じです。なのでハイウエストのボトムスを履くといいなと思います。この胸のところにもゴムが入っています。少し緩い感じのゴムですかね、が入ってます。素材はコットンになっていて、ちょっとシャカシャカしたような素材ですね。前から欲しくて一番気になってたお洋服なんですけれども、買ってよかったなと思いました。ハイウエストのジーンズと合わせてみました。今私が履いているのがちょっとサイズが大きめのものなので、ダボっと見えるかもしれません。皆さんは細身のパンツを合わせるとよろしいのではないかと思います。今度はグレイルのチュールスカートと合わせてみました。このスカートと合わせるとウエストの位置が高く見えて足長効果があります。続いてはこちらです。フリルカラーショート丈ブラウス、色はブルー、サイズは M サイズ、お値段は999円でした。カラバリはブラック、ブルー、イエロー、オフホワイトの4色展開になっています。サイズは M サイズのみになります。こちらのブルーとイエローとどちらを買うかかなり迷ったんですけれども、最終的にあまり持ってないブルーにしようかなと思ってブルーにしました。形がすごく可愛いですよね。この後ろのフリルがすごく可愛いのと、丈が短くてちょっとおへそが出る感じなのがいいなと思いました。早速着てみたいと思います。着てみました。めちゃくちゃ可愛いなと思います。よいしょ。丈はショート丈でこれぐらいですね。結構お腹が見えちゃうなと思いますが、夏はとても使えるんじゃないかなと思います。こちらがだいぶ絞られているので、この洋服もウエストがかなり細く見えますね。ちょっとここがセーラーのようになってるのも可愛いです。横から見るとこんな感じ。後ろはこんな感じでフリルですね。めちゃめちゃ可愛い。あとショーパンを今合わせてみました。これはやっぱり買ってよかった。はい、こちらはショーパンと合わせた全身になります。結構お腹が見えてしまっていますが、
夏にぴったりのトップスだなと思います。イエローも可愛かったので一緒に買えばよかったなと思いました。続いてはこちらです。前後ツーウェイスクエアネックニットトップスです。色はグレージュにしました。サイズはフリーサイズです。お値段は699円です。安い。カラーはブラック、イエロー、ピンク、ブラウン、グリーン、ネイビー、パープル、アイボリー、ミントグリーン、ラベンダー、ベージュ、キャメル、オレンジ、チャコール、ピスタチオ、モカ、グレージュ、モカピンクの18色展開です。かなりお色がありますよね。どの色にするか迷ったんですけれども、このグレージュだったらいろいろ使いやすいかなと思ってグレージュにしてみました。このボタンが可愛いですよね。こんな感じになってます。生地は薄すぎず厚すぎずという感じだと思います。夏にぴったりじゃないかなと思います。うん、サイズ感的には私はぴったりで着やすいですね。お値段も安いですし、何色も持っていてもいいんじゃないかなと思いました。腕ががっつり出てしまうので腕気になる方は上に何か羽織るといいんじゃないかなと思います。はい、以上3点グレイルの購入品紹介でした。今回購入した3点のトップス、どれも全部すごく良かったので買って良かったなと思います。特にブルーのトップスはすごく気に入ったので、イエローも欲しいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。